光が差しキラキラと輝くひな人形、すべてガラスでできています。作っているのは札幌市北区の工房です。色とりどりのガラスを重ねて頭や着物の形を整え、金箔などで模様をつけます。コロナ禍になりおうち時間が増えたことで、インテリアとして自分用に楽しむ人も多いということです。日が当たった時にですね、とてもキラキラ輝く、その美しさをね、楽しんでもらえればと思います。桃の節句に合わせたガラスのひな人形作りは今月上旬まで続きます。